はい、こちら、のべ本店ののぶです。今日はですね、いよいよお待たせしました。のぶさんがサロンで採用しているシャンプーをご紹介しようと思います。では、早速ですが、ご紹介します。ドロロじゃーん。こんなシャンプー使ってます。ちょっとね、これサロンで実際に使っているので若干ボトルが薄い汚れておりますが、新品はもっと綺麗だよ、ね、こんなシャンプーを使っております。ここには何と書いてあるかというとですね、 DOS シャンプー、 DOS トリートメントなんて書いております。読み方は DUS です。 DUS 分かりにくい、非常に分かりにくい。これで DUS って読むらしいんだけど、のぶさん実はですね、これもう今から15年ぐらい前になるのかな、その頃からですね、自分の髪にも使っております、サロンワークでも採用しておりますというシャンプーです。ではなぜこれがのぶさんが気に入って使っているのか。他に一切うちにはシャンプー置いてません。我が家にもシャンプーありません。これだけです。このデュエスシャンプー&トリートメントのみでございます。この道34年のベテラン利用者のこのノブがですね、脇目も触れずこのデュエスシャンプー、デュエストリートメント一筋な理由をですね、今日はお話ししようと思います。ということで、必ず最後までじっくりとご覧ください。では行ってみよう。はい、ということで、冒頭にも申し上げました、ノブさんが気に入って採用し続けているこのシャンプーね、15年以上脇目も触れずにこれ以外のシャンプー使ってません。これがなぜいいのかというお話をしようと思います。まずですね、のぶさんがシャンプーに求めるものというのは、洗うという機能、そして最低限質感が整うシャンプーと、このたった2つなわけね。というのもですね、今の世の中でシャンプーの役割というのは髪の質感を整えること、変化させること、そういったことに特化しすぎてるなというのがのぶさんの考えなのね。つまりしっとりボリュームを抑えますとか、ツルツルサラサラとか、ツヤがピカピカとかね、そういったことが目的になっちゃってるの。でも本来シャンプーっていうのは汚れを落とすためにあるものだよね。なのでのぶさん的にはなるべく汚れが落ちるということ以外の機能が必要ないと思ってるわけよ。ただし汚れは落ちるんだけど髪がギシギシになってしまうとなると、これが問題なので、最初にも言いました、最低限質感を整えるもの、そういったものがのぶさんにとっては求められるわけね。そこで一番のぶさんの作るヘアスタイルね、のぶさんのカットに相性がぴったりなのがこの2つなんです。そしてもうちょっと詳しいお話しするとですね、先にも言いました、質感を整えようとするがあまりにですね、今のシャンプーというのは本当にいろんなものが配合されすぎているなということを思うわけね。そこでいろんな頭皮のトラブルだったり、髪の毛に対してのちょっと悪い部分というのが出てきてしまってるんじゃないかと。ここでですね、大人女子の皆さんに考えてほしいんです。あなたは洗顔料に何を求めますかということね。この洗顔料を使い続けるとどんどんお肌が綺麗に見えるようになる、そんなことを求めてないよね。もちろんそんないい洗顔料があれば欲しいとは思うんだけど、そんなのはないってことを知ってるじゃない。だから洗顔料というのはしっかりと汚れが落ちる、最低限肌がガサガサになったりね、しないと、そういったことを求めてると思うの。ではシャンプーには何を求めてるでしょうか。やっぱりね、髪の毛が良くなるみたいなことを求めちゃってるんじゃないかなと思うんだよね。ここが現代のシャンプーの深い深い闇というかね、落とし穴なんじゃないかなと思うんだよ。じゃあこのシャンプーはどうかというと、つまりすっぴんに戻すんです。あなたの髪を本来のすっぴんの状態に戻すためのシャンプー、そして最低限の質感を整えるトリートメント、コーティングは必要最低限しかしませんよというトリートメントなわけね。でこのシャンプー、さらにすごいところはですね、汚れが落ちていないと泡が立たないのよ、ね。世の中の多くのシャンプーはですね、水と混ざってぐちぐちやると汚れが落ちていれば落ちてまいが泡がブクブク立ちます。でもこのシャンプーは汚れが落ちていないと泡が立たない、なのでしっかりと汚れが落ちているかいないかは目で見てわかる、手で感じてわかるわけね。本当に汚れを落としたかったら泡が出るまで洗うと、そういったことになるわけ。多くの方はですね、今現在お使いのシャンプー&トリートメントで本来の自分の髪質がどうなのかなんてことが分からなくなっているんです。なのでのぶさんがね、実践している油シャンなんてやると、そのシャンプー&トリートメントの質感がなくなったことで自分の髪が悪くなったみたいに錯覚しちゃう人が多いのね。
でもこのシャンプーはですね、そもそもが自分の質の状態、すっぴんの髪に戻しましょうというコンセプトなので、本来の自分の髪に限りなく近いわけよ。なのでノブさんはこうノブヤ本店のサロンワークでもこのシャンプー&トリートメントを採用し続けているし、自分の髪もだいたいね月に1回するかしないかなんだけど、油シャンを続けていて髪の毛に何か不具合が起こった時はシャンプーをします。その時にはこのシャンプー以外使いません。このシャンプーで洗うことによってシャンプーによるデメリットを全く感じずに油シャン生活を快適に過ごしていくことができるというわけです。ただしどんなシャンプーでも肌に合う合わないなんてことはあります。万人に大丈夫なんてものはないわけね。世の中全ての人におすすめですよなんてことは一言も言いません、ね、そもそもノブさんこれおすすめしてません。ここノブヤ本店に来てくれているゲストにね、どうぞ買ってください、あなたにおすすめです、必要ですなんて一言も言ったことないわけ。ただしノブさんのシャンプー選びの基準はどういうことですかと聞かれれば、さっき言ったようにノブさんのカットを邪魔しないことね、なるべくあなたの髪がすっぴんの状態でいられるシャンプー、これがいいよと、もし必要だったらここで買ってってもいいし、教えてあげるからネットで自分で取り寄せてもいいよ、こんな感じでノブさんはシャンプーを考えております。実は、ね、今までね、このノブさんのところでどんなシャンプー使ってるんですかなんていうコメント欄に質問はたくさん、いただいておりました。ただノブさんがおすすめしてるみたいに思われるのも嫌だからね、あんまりこういったことには触れなかったわけなんだけど、今日もねもちろんおすすめはしてないよ。ただノブさんのところでは現実的に、こういった理由でこのシャンプー&トリートメントを使ってますよという、そういったお知らせでした。このシャンプー&トリートメントね、ちょっと使ってみたいなという方はですね、コメント欄の方に詳しいことを載せておきますので、ぜひねそちらをチェックしてみてください。そしてノブさんに対する質問はですね、ぜひコメント欄の方にお寄せください。ノブさんのところではですね、あなたからの注文を受けてあなたに、お送りするなんていう、そういった販売の業務はしておりませんので、ぜひコメント欄にある URL の方からですね購入してください。そして、一つだけ注意点がございまして、実はこのシャンプー&トリートメント、一時偽物が出回っておりました。必ずですね正規のお店から買ってください。それが偽物をつかまされない唯一の方法でございます。ということで参考になれば幸いです。現場からは以上です。では今日も最後までお付き合いありがとうございました。ごめんなさい、三が日まではですねちょっとおまけコーナーをお休みさせていただいてですね、次の動画から皆様からいただいたプレゼントをご紹介させていただこうと思いますので、ご了承くださいませ。ちなみにノブさんは明日からお仕事でございます。次回の動画からはですねお仕事モードでまたまたバリバリやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。てな感じで、なるほど納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンをよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。じゃんけんぽい。チョビでした。ありがとう。1, 2, 3.